この森には侍の怨霊が住み着いております。なぜザレ言を語る？本当です。ここはかつて野営でしたが、今やこの森に入った者は二度と戻りません。戦の最中だ、人も消えよう。ここは猛虎さえ忌み嫌う森、ぜひ夜までお待ちあれ。怨霊どもがさまよっておりますので。朝には怨霊の話を聞かせずに済むようになるぞ。心からそう願っております。マイムの牛だ。迷子の牛だ。焚き火、人がおったようだ。人を追い払うための仕掛けか。ばかりだ。犯人は近いぞ。こっちへ行ったな。この調子なら気の済むまで森を一人で。男に顛末を教えてやろう。
けとは。これからはこう語るがよい。かつて神の森を汚す悪しき族がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、坂井家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から族を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。先生、巴の消息は？つかめたが、今のお主ではかなわんな。巴を鬼とお思いですか？まあ、誤りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主にはわからん。いずこへ？弓の修練場、猛虎が鍛えておるらしい。こそは巴もおるはず。巴が恐れ知らずであれば良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。忘れることだ。味方になりはせん。何故裏切りを？持てる技を全て授けてやったのだが、恩を仇で返したゆえ壊したの。お辛かったでしょう。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれは巴が殺めたものだ。初めてではなかろう。何か事情があるのやも。事情などあるものか。ここを登っていけ。先生は登れますか？どうした、もたもたするな。手を貸しますぞ。まずまずの出来だ。登る以外なかったのでは？いや、登れと言っただけだ。お主の鍛錬にな。やだ、日本式のものもあるな。猛虎は離れた様子です。的の近くに足跡があるかもな。的などどこに？矢倉のそばだ。まずまずの出来。矢が落ちたところへ行け。ほら急げ。幾人の猛虎が稽古を積んだ。人の首を的に見立てたのか。先生、猛虎です。天気もいい、やるぞ。よっしゃ、取り組み。先生、ご加勢ください。
なかなかの腕だ。存分に休めましたか。立ちさばきを観察していたのだ。猛虎がおるとご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは。あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だとお忘れですか。戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへやら。探しましょう。ここに足跡が。10人かそれ以上。あとを追え。巴を見つけてもたじろぐな。うかうかしておったら死ぬぞ。次こそ弓をお使いに。あやつがいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ申した。民を的に弓の稽古とは何の罪があるというのだ。猛虎の中に島の女子はいたか。やはり島の者、命を下してました。どのような。先生がどうとか、湯がどうとか聞こえたのはそれだけです。面目ない。下道に技を授けてしまったか。巴は猛虎を指揮していたそうです。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日志村やわしの教えではないな。猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士は守り手ぞ。不意打ちは野党のすること。駒田を知らぬゆえ。見ずともわかるわ。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも下道は一人で十分。巴が日吉の湯を狙っておるなら備えなければならぬ。よいな。では道場で会おう。様、ケンジ、どうした。いや、ちょうどいい時にお越しくださいましたね。この先に猛虎の野営があって、食い物やら着物やら薬がたっぷり。何十人何百人分も。しかも兵が出払ってて、分取るとしたら今ですよ、今。何か隠しておるな。そんな滅相もありませんよ。猛虎はいなくて物資はどっさり。
あちらの分も島のみんなの分も。ん、この木を逃すのは口惜しい。案内しろ。さすが、分かってくれると思ってました。なぜ野営を見つけた？猛虎兵をつけてみたんです。そしたら奴ら物見を置かず略奪に行くんでさ。では道で誰を待っておった？待って、いやいやいや、誰も。酒井様にはたまたまお会いしたんですよ。槍川の町に身を寄せる民は物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。言った通り、どこもかしこも物資だらけ。集められるだけ集めてくれ。ケンジの息の根を止めてやる。よくも見捨てたな。違う、誤解だ。助けを連れてきた。こちらは酒井様、噂のクロード様だ。事のあらましを言い開け。ケンジに騙されたんですよ。騙してなんかいません。猛虎が物資を買うはずだったのに銭を払わず、代わりにこの夏男を捕虜に取ったんですよ。猛虎が買うはずだった。あいつら戻ってくる。早く縄ほどいて。物資はどこで手に入れた？菅笠衆から盗んだ。酒井様、もうこの木を剃らせます？逃げるつもりか？そんなそんな、策ですよ。信じて。当てにはならんな。そやつと逃げろ。で、ネギ持ってきた。猛虎はすでに始末した。クマを放つな。しまった、すんごい策だと思ったんです。猛虎は盗み方だ。殺せ。スゲガサ衆、隠れろ。クロードがいるぞ。殺せ。出てきてもいいぞ。お助けを。出られません。檻なら安全だと思ったら開かなくなって。ありがとうございました。ああ、助かった。これからどうするのだ？これからあの酒樽を荷車に乗せて。ケンジ、お怒りだぞ。酒井様、あっしら物資を困ってる人に届けることしか考えてませんってば。例えば槍川の野営とか。持てるだけ持っていけ。その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい、酒井様。はい、酒井様。失敗したじゃないか。怒るな。万事うまくいったのに。うまくいってない。猛虎も菅笠衆も死んで、欲しいもんは手に入った。これで槍川の流民も喜んでくれるって寸法。
無礼を。てっきり猛虎かと。この像、伊蔵が彫ったものだな。猛虎は父を殺すだけでは足りず、その傑作を怪我しました。お主は息子か。あやつの新作は二度と見られぬのだな。この像は元に戻せます。そのためには道具がいるのですが、猛虎に乗っ取られた家にあるのです。俺が取ってこよう。伊蔵の無念を晴らしてやらねばな。ありがとうございます。道なりに進めば我が家があります。もし猛虎がいたら。分かっておる。ここが伊蔵の家。尋常に勝負。伊蔵殿、無事であったのか。猛虎に殺されたと聞いたが。息子からか。お連れしよう。いいえ、わしが生かされてるのは猛虎の武将に腕を認められたからだ。お主の掘った像はいたずらに破壊されておるぞ。わしの作品を不備来に献じたいと言われてな。断れるものか。荷をまとめついてこい。どの像が壊されてしまった。道沿いの菩薩像だ。あれは息子が生まれた時に彫ったもの。つまらん不出来の像だ。そうだろうか。いおりはできた息子だが、芸を見る目は養ってやれんかった。お主がどう言おうと、あれより立派な像は屈指にないぞ。屈指とな。大元国の広さを知らんわけではあるまい。お主が求めるのは名声か。攻めるか。誰もがクロードを敬い、崇めてるぞ。民のため戦うからだ。なるほどな。己の務めと己の道を天秤にかけたことがないのだろう。こっちだ。音を立てるな。勝負しろ。静かだ。お主の像を守ったのだ。息子の命と比べたらこんな像など。息子を思うなら父として像を修繕してやれ。すまんな、伊織。
帰ってないが、燃やされてはないよな。すげがさしゅうめ、俺たちを裏切りやがって。なんで寝返ったんだろうな。根っからが浪人だから。止まれ浪人。何用で参った。浪人ではない、酒井仁と申す。侍ならば御前に会われよ。産木谷の佐藤佐だ。さあこちらへ参りましょう。まず御前にご挨拶。このお方が産木御前です。産木谷へようこそ。猛虎に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。さてそれじゃあ御用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。体を張って礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。雅子殿、いつからいらっしゃるのです。何、来たばかりだ。お休みください。休んでおる暇があるなら犯人探しを続けたい。ここで大村という男を捕らえれば一歩進めるのだ。刑場に長乗っておりましたな。一族を殺した連中にブーを流しおった。ではそやつを捕らえ口を割らせましょう。開けた場所は避けるぞ。こっちだ。大村は産木へ向かうと聞いたが、いつかは分からん。だから待っておったのだ、ずっとな。ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は。さあな、もう20年も会っておらぬ。年式も館に出入りしていたが、盗みを働いてな、報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。なるほど。無論嘘だ。今は黙って道を見張れ。しばらくここで過ごすやもしれぬぞ。雅子殿、あれを。誰かこちらに来ます。昔の姿のままだ。20年前と変わっておらぬではないか。息子らでしょう。やつらも組みしておるか。わしは谷へ行く。話したいものがおるでな。どうせ自慢話だろ。何を言いたい。はあ、忘れろ。
ウムギで待ってる。別れおった。後をつけ様子を見ましょう。お主には右を任せる。谷の道は狭い。上から後をつけるとよいぞ。恩知らずの弟め、うぬぼれて汚れ仕事を手伝おうともせん。誰だ？いるなら出てこい。父上、家族の敵は討ったぞ。足立のじじいもその一族もこの世から消えた。吉平は気に入らんようだが、あいつは足立家の仕打ちを何も覚えちゃいないからな。もうすぐ大金が手に入るんだ。奴らに奪われた金の千倍以上だぞ。吉平、お前か。自慢の子だろう。当然だよな。吉平、お前は何も分かっちゃないんだ。足が乾く暇もねえな。金が手に入ったら道を直してやるとするか。着いた。酒をよこせ。二度と村に来るなと言っただろ。薄汚い泥棒め。おい、昔の話をいつまで引きずるんだ。立ち去らなければ人を呼ぶぞ。もういい、いらねえよ。誰だ。何様のつもりだ。ここはウムギだぞ。向こうで音がした。雅子殿を探そう。せっちん、こちら。兄の方は犯人です。襲撃に関わっておるようでした。ならば泥を吐かせるまで。これから雇い主に会うようです。館の襲撃を命じたものかもな。兄弟の会話を盗み聞きましょう。行くぞ。では降りる。今さらおじけづいたのか。間違ってる。足立のじじいの所業を忘れたのか。おかげで俺らは家を失い、父上は酒に逃げたんだぞ。盗みをした罰だ。それに元から酒好きだった。いいか、金が手に入ればこの島から逃げられるんだぞ。家族を連れて平和な本土へ行け。早く済ませよ。どこへ行く。追いましょう。かがめ、奴らに見つかる。俺は殺しちゃいない。
人で来るって話じゃ。念のため連れてきたんだろうさ。腐っても侍ってことだ。バカども、罠に飛び込む気か。お待ちを見届けましょう。何かおかしいぞ。話は俺がする。お待たせして申し訳ない。どっちが大村か答えろ。なあ、俺ですよ。それで金はここにある。おれ、私の獲物を。タッチを抜け。文があると聞きました。持っておりやも。探そう。私は賊のムクロを調べてみます。文があると聞きました。持っておりやも。探そう。私は賊のムクロを調べてみます。海だ。これは宿で見つけた形状と同じ家紋だぞ。罠でしたな。襲撃の黒幕が大村の口を封じたのでしょう。正体を隠すは小物がすること。文を読むに金に困っておった様子です。裕福な僧侶ではないのだ。僧侶ですらないか。つまり黒幕は武士ではないというのか。家を起こそうと企てておるのやも。金などのために足立家を襲ったということか。かような謀略を企む者は数が知れておる。ならばこちらは調べる相手を絞る。まずはお休みを。このままではお体が。この手で黒幕を葬るまでは休んでなどおれぬわ。一族を殺した犯人の一人はクバラにおる。折を見て来てくれ。